はい、どうも吉谷です。夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だ。はい、ドリームアカデミアの、講義の方新しく追加しましたので、そちらのご案内の方をしていきたいと思います。今回追加したのはですね、この3万稼ぐステップの中の、ブックメーカーで稼ぐノウハウが、新しく追加されました。はい、でこのブックメーカーで稼ぐノウハウっていうのは、まあ今ちょっと YouTube の方でこういうブックメーカー投資、まあやばすぎる仮面ブックメーカー投資の検証っていうことでこうバーってやってるんですけれども、この、ブックメーカーのノウハウを、ドリアカ版に、改良していただきまして、講義の方、提供していただきました。で、こちらですね、クリックすると、まあ、ブックメーカーで稼ぐノウハウというので出てきます。で、ブックメーカーは投資、まあ、お金を使ってお金を増やしていくっていう方法なので、ここですごく僕書きました。で、ここに、しっかりこれをちょっと読んでいただきたいなと思います。はい、結構もうがっつり書きましたんで、でこれを読んでいただいて、ここに講義があります。で、クリックすると、まあこういう感じで、講義の方ありますので、まあベッド方法とかね、どうやってやっていくのと、あとはこの実践編みたいなのもあって、実際にその、ゲームを見ながらどういうふうに判断してるのかっていう実践編も結構あります。はい、なのでまあこういうのをちょっと見ていただきたいなと思います。はい、ブックメーカーやりたいなと思う方は。ただ、まあ、ここは必ずちょっと見るようにしておいてください。ここですね。ちょっとバーって僕書きましたけども、なんでここまで書いたかっていうと、絶対僕、これ、絶対塾生さんに出てくるだろうなと思ったので、これ書きました。何かっていうと、僕の塾っていうのは、ブックメーカーの塾ではないです。で、やっぱね、まあ、ルール通りにやって、手法を覚えて、勝てるようになってくると、絶対欲が出てくるんですね。で欲が出てきちゃうとルール通りに絶対できなくなっちゃうんで、そうするとお金を一瞬で失う可能性があります。もう一度言いますね。お金を一瞬で失う可能性があります。欲が出てきてルール通りにできなくなっちゃうと。だからここの3つのルール、3つのこのこれを守ってくださいと。わかります。だからこれは絶対守るようにしてください。であとは自己判断でお願いします。自己判断でね。で、僕の塾っていうのは情報発信して、収益を上げていくっていうのがコンセプトでやってますから、ここにも書いてあります。じゃあこのブックメーカーをやってどういうふうにその上げていけばいいのかっていうところも書いてありますんで、ここをしっかりと読んでから熟知してから、講義の方を入ってください。お願いします。で今回ですね、講義の方を提供していただいたのがですね、まあここにも追加したんですけれども、はい、鷲津さんという方ですね。はい、はい、鷲津さんです。これかっこいい写真ですね。はい、かなりなかなかかっこいい写真ですけど、まあドリアカ生です。塾生さんなんですけど、昨年ですね、1億稼ぐマスターマインドっていうのをやったんですけど、博多からわざわざまあ来ていただいて、で僕とそれからつながったんですけど、でそこからまあ一緒にそのタイアップしてセミナーとかもしました。サラリーマン副業革命セミナーっていうのを福岡でちょっとやったんですけど、この時ちょっとタイアップしてやったんですけど、まあその後ドリアカにも入っていただいて、でまあ今に至るんですけど、このブックメーカー負けないブックメーカー投資っていうのはここでも書いてありますけど、そのジョイントしてます。ジョイント、鷲津さんが開発したというよりかはジョイントして、何かできないかっていうことで開発して、そのジョイントしてるのが大学生、そう、国立大学 理学部出身、数学の変態、まあ、名前は伏せてますけど、で実際ね、講義見ていただければ分かりますけど、これリンクちゃんと言ってるかな、ここの講義見ていただければ、音声が入ってます。その大学生の音声がどうもみたいな感じで入ってます。このまあどっかにいろいろとその大学生の子も、音声入ってます。はい、でまあジョイントに関してはジョイントに関しては
これですね、ジョイントして売り上げを一瞬で上げる方法っていう、このフォローアップ勉強会やってますけれども、ここでもお話ししてます。ジョイントで売り上げを上げる方法っていう、要は自分にそのノウハウがなかったとしてもジョイントすればね、こういったのも企画して作れるようになったりとかできますんで、その自分に例えばないっていう場合は、まあこういう方法もあります。ジョイントしてね、売り上げを作るっていう。だから鷲津さんが、こうやってねジョイントして自分の商品をこう作れるようになった理由っていうのは、この大学生とつながって、じゃあ一緒に、それできないかみたいな感じでこうやってって企画して、で、生まれたっていう、この負けないブックメーカー投資っていうのが生まれたわけなんですけども、まあ現状としてですね、まあ僕も検証してるんですけど、実際これ今35回、検証、毎日検証してますけど、1日もマイナスになった、のがないです。今ずっと全部検証してますけど、1日たりともマイナスになったことはないです。うん、マイナスはないです。でこの企画がマイナス1日でも出たら、まあ僕が博多まで、無料で、なんだ、交通費とか、出してもらって、あと ご飯もご馳走してもらえるみたいな感じで今企画でこうやってるんですけど、はい、だからまあルール通りにやっていただいて、ちゃんと勉強してですね、まあでも絶対はないと思うんですけど、絶対はないと、投資なんで絶対ってことはないと思いますけど、投資なんで自己判断でお願いします。ただ僕は30、ただ4回検証をこう、35回かやってた、ここ今のこの今現時点でのお伝えできるお話としては、35回毎日検証して1日もマイナスがないというのは今現状として言えます。ただ負ける可能性ももちろんあると思います。だから僕はね、一回負けてほしいんですけど、まあ絶対負けませんみたいなことを言ってるので、まあそれはちょっとやり合っていこうかなとは思ってますけど、うん、ただまあここでも書いてある通り、本当にルール通りにやってください。勉強して、ここで鷲津さんが話してる、あとマインドセットももう絶対見てください。マインドセット、あとキャッシュアウトとマインドセットですね。多分ね、マインドセットとキャッシュアウトがつく、ちゃんと理解してここ何度も見れば、そのお金を全額失うってことはないんですよね、キャッシュアウトだから。要はまあロスと FX とか株とか、まあそういうのはロスカットみたいな感じですね。ロスカットと同じです。はい、だからこのキャッシュアウトとこのマインドセットとキャッシュアウトさえしっかり理解してれば、お金を一瞬でバンって失うことはないと思いますんで、必ずここのマインドセットとキャッシュアウトは必ず見てください。何度もです。何度も見て、やるんだったらぶち込んでおいてください。であとルール通りに必ずやるってことですね。まああとここにもちょっともう本当にずっと書いてありますんで、読んでいただきたいなと思います。はい、で実際ですね、この鷲津さんはその、まあ、ドリームアカデミアは、情報発信してこう稼いでいくっていう話なんですけど、確かこれ30万で、この、まあ、鷲津さんが30万で塾を販売してます。30万で販売で、確か40名だったかな、すいません記憶が曖昧ですけど、40名ぐらいの LINE アットのお客さんにセールスして、何もな、多分ね8本ぐらいは売れてると思います。3パン200、じゃあ360万だったかな。多分ねここで多分結果報告でちょっとやってるんで、ちょっと見ましょうか。結果報告、これか。結果報告で、結果報告でどれだ？これかな。
あ、これだ、これですね。はい、300万ですね。まあ、今もうちょっといってると思いますけど、要はこれですね。負けないブックメーカー投資っていうのをコミュニティをこう販売して、リスト40、あ、そうですね。やっぱリスト40人ちょっとですね。要は、LINE アットの、読者登録者数が40人ぐらいで300万っていう、わかります？まあ、ここでも結果報告いただいてありますけど、まあ、こういう売り上げを作れたっていうことですね。だからまあ、ドリアカで勉強していただいて、やっていただければ、こういう結果を、出すことは可能です。わかります？で、この情報発信に関しては、リスクがないわけですよ。要は、ブックメーカーで、じゃあ300万の収支を出そうとしたら、結構別途金額増やさないといけないじゃないですか。このブックメーカー投資で300万作るってなると、ですね、これを勉強して、じゃあこのブックメーカーで300万作るってなると、リスクも非常に高いわけですね。別途金額が増えるわけですから。だけどこっちって、なんだ、これって別にそのリスクないですよね。情報発信、まあ鷲津さんは Facebook とかね、 LINE アットもまあ今有料でやってんのかな。まあ基本的に無料の SNS 使えば、情報発信は基本無料でできるわけですから、そこで情報発信して、LINE アットに誘導して、でそこで信頼関係作って、30万の商品を作って売るっていう、ただそれだけなんですね。で、40人ちょっとでも300万作れるわけですよ。ただここに対してのリスクはほとんどないわけですよね。ただブックメーカーで300万作ろうと思うと、別途金額を増やさないとそれは無理ですよね。だからやることとしては、ここでも書いてる通り、ここのステップ3万でいいんです。3万とか5万ぐらい勝てるようになれば OK です。もう十分。わかります？ここの、これは初級ステップですからね。これは初級ステップで、ここで3万とか5万をちゃんとルール通りに勉強して取れるようになったら、すぐ情報発信してください。だからブックメーカーで、少額の別途金額、まあここでも僕が推奨してるのが3900円を推奨してるんですけど、3900円を統一してやりましょうっていうことでちょっとお勧めしてるんですけど、要は3級別途みたいな感じで、まあここでもちょっとね、ここの、結果報告のやり取りでも3級別途いいんじゃないですかみたいな話をしてたんですけど、ここでね、これのやり取りで3級別途いいんじゃないですかみたいな。まあ3900円に統一して、まあここら辺で話してました。これですね、3900円。まあ3900円だったら現実的な、まあできそうだなと思ってもらえるような数字だと思うんですよ。じゃあこの3900円で、まあ、利益をちょっとでも積み上げていくと。で、ぶっちゃけ、なんだ、まあこれは3200円ですよね。じゃあこれ、例えば10日間やったらもう3万じゃないですか。10日間で3万ですよね。もういいんですよ、それで。だから、例えば1日1000円でも3万になるわけじゃないですか。1日1000円ずつ積み上げても3万になるし、で、3900円さえあればいけるっていうことなんで、3万稼いだら、まあすぐ次のこの30万稼ぐステップ、情報発信の方に僕は行ってほしいなと思います。ここはあくまでも初級編で、なんでこれを用意してるのかっていうと、初心者の人が、いや、その武器がありませんと、何の情報を発信していいか分かりませんっていう人が多いので、ただこの初級に、この武器を作れるように、ここを置いてるだけです。ここはあくまでも初級の初級の初級です。こっからが、情報発信での、本題になってきますから、なんか情報発信するのがありませんっていう場合は、どれか選んでいただければなと思います。
ブックメーカーに関しては、まあ、YouTube に関しては、まあ、その簡単ですけど動画を作らないといけないっていう手間があったりとか、転売も仕入れないといけないっていうのがあったりとか、まあ、ここら辺はその作業が必要ですけど、ブックメーカーに関しては、まあ、お金を使ってお金をすぐ増やせるので、勝った負けたの話なんで、まあ、すぐ収支が見れるっていうところが、まあ、メリット。デメリットとしては負けたらお金が失う。メリットはすぐお金が増える。だけどデメリットとしてはすぐお金が消える。負けたら。っていうところがあります。ただここの、キャッシュアウトをしっかりやっとけば、そこのリスクは、抑えることができると。このキャッシュアウトは本当に何度も見てください。 OK ですかね。キャッシュアウト、これをマスターすればできるだけリスクは減らすことができます。で、実際にですね、これはまあドリア稼いじゃないんですけども、これ何でもいいって僕言ってるじゃないですか。ここはこれは何でもいいよってこと言ってるんですけど、最近そのまあ、塾生さんじゃないんですけど、ギターの商品を販売して売れたっていう人が出てきたんですね。で、まあ、勝手に報告野沢さんっていう人いてるんですけど、これですね。この、まあ、これぜひ見てほしいんですけど、この勝手に報告野沢さんっていう人なんですけど、まあ、僕のセミナーにも来ていただいてます。で、まあ、塾には入ってないんですけど、毎回勝手に報告しますみたいな、教材買ってくれ、僕のセミナー映像とか教材買ってくれたりとか、セミナーに来てくれてるお客さんなんですけど、そのギターの商品を販売して、まあ、最近そのこんななんかビジネスチャンネルも作ったんですよみたいに言ってたんですけど、そのもう一個かな、あ、これか、こっちの方かな、これ2回目の報告なんですけど、ここら辺かな、もうちょっとこっちか、うん、要はそのギターの教材を販売して売れたと。ギターですよ。ギターの上達する方法っていうのを販売して売れたっていう。わかります？ギターです。だからこれ、ここがギターでもいいわけですよ。ここがギターで上手くなる方法でもいいわけです。もう一度言いますね。ここがギターで上手くなる方法でもいいんです。売れるんです。しかも、じゃあこの、ギターのめちゃくちゃその野沢さんっていう人がなんか日本なんかその稲葉ビーズの稲葉なのかっていう、稲葉じゃないかな、わかんないですけど、そのそういう人なのかっていうと、そういうわけではないわけですよ。わかりますか。なんかめちゃめちゃもう日本でトップクラスのギター上手い人なのかっていうわけではないわけですよ。だけど売れるんですね。じゃあなんで野沢さんっていう人がその日本でトップクラスのギターの超上手い人に入ってないのに売れるのかっていうと、それはまあ僕が教えてることをやっていただいた結果に過ぎないんですね。まあ、それはドリームアカデミアで情報をどうやって売っていけばいいのかっていう話はしてるので、本当にドリームアカデミアで内容をしっかりと学習していただいて、誰でも売れますから。わかります？ギターの教材、まあ、世界の野沢かっていう話じゃないですか。ギターのうまさが違いますよね。知らないですよね。多分この動画見てる方でギターでうまい野沢さんって誰って話ですよね。まあ、だから誰でもいいんですよ。だから情報発信して しっかりと信頼ちゃんと構築してやれば売れるんで、ギターの商品でも。だまずここは本当に何でもいいです。はい、何でもいいんで、まあこの久保さんもね、この久保さんも最初やったのが、ここにも書いてあると思いますけど、うん、そう、この久保さんがね、もう家を買ったわけですよ。こうやって3年で人生を変えて1億3000万以上作りました、ネットビジネスで。じゃあ久保さんがなんで3年で1億円以上こう売り上げ作れたのかっていうと、自己アフリエイトっていう情報を
販売しただけなんですよ、最初やったことは。自己アフィリエイトセミナーやっただけなんですよ。わかりますか？久保さんが1億3000万稼げた一番最初のきっかけって、この自己アフィリエイトのやり方を、わかります？これね、勘違いしてる人が多いんですけど、自己アフィリエイトの方法を知らない人に丁寧に教えてあげた、丁寧とは、セミナーで直接教えた、さらに、1万円だったかな、1万円稼げなかったら、その日に、さらにその日に1その日に1万円稼げなかったらだったかな、1万か2万だったかな、稼げなかったら返金します、その日に1万円の売り上げかが出なかったら参加費用を多分こういうオファーだったと思います。で、そう、ただこれだけなんですよね。これで80万ぐらい作りました。このセミナーに、19,800 円かなで開催して、しかも広島で、トータルで80万作って40名ぐらいですかね、40名ぐらい、何回かやって40名ぐらい参加してくれた。これで80万ですよ。これで80万久保さんが作って、あ、情報発信して、お金を稼ぐというのはこういうことなのかということを、ここで久保さんは感じたわけですよね。80万円の現金が、口座に入金されてきて、情報発信してお金を稼ぐということは、こういうことかと。まあ、ここで久保さんは、はっとするわけですよね。でこれって別に誰でも、じゃあ久保、今はね、久保さん結構、まあ、だいぶ露出してるので、知ってる人もちょっと増えていると思いますけれども、この時期って3年前って久保さんって誰やねんって話なわけですよ。ただ、広島の中では、久保さんっていうのが、こういう人いてるんだなっていうのが情報発信してる、してたわけですから、いたわけですよ。だから誰でもいいんですね。誰でも。だってこれ参加者にメリットしかないわけじゃないですか。これ多分2万かな3万かは、すみません、これここら辺ちょっとうる覚えなんで分かんないですけど、別にその参加者にメリットしかないですよね。19,800円払ったとしても、まあその、まあこれがすみません2万だったか分かんないですけど、そのなんか売り上げ上がらなかったら全額返金する、要はその日に行けばその日に売り上げが立てられる、で自己アフィリエイト知らないと。別に自己アフィリエイトを教えなくてもいいんですけど、本質的な、まあ実際の事例をもとにお話しするとこういうことなんですね。別に誰が教えてもどんなノウハウでもいいんですよ。ただそれを親切丁寧に教えてあげればいいわけじゃないですか。やることはすごくシンプルで、やることはめっちゃシンプル。知らない人に、親切丁寧に教えてあげてお金をもらう。ただそれじゃないですか。知らない人に親切丁寧に教えてあげてお金をもらう。ただこれだけなんですね。で、この情報発信っていうのが、まあ基本的にそのお金がかかんないんで、こうお金作れるじゃないですか。初期費用かけずにお金作れるわけですよね。うん。ただこれだけをやればいいんです。なんかその情報ビジネスうさんくさいっていう、そのうさんくさくしてるイメージって、うさんくさいと思うんだったら自分が親切丁寧に教えてあげればいいじゃないですか。どう思いますか？なんかその情報ビジネスとか、なんかお金儲けってのはうさんくさいよねと。いやいやいやと。
それって自分が親切丁寧にお客さんに接して教えてあげれば、それはうさんくさいんですかって話じゃないですか。うさんくさくするかしないかは自分のその対応次第ですよね。うさんくさくするかしないかは自分の対応次第だと思いません？だって久保さんめっちゃお客さんに感謝されてますよ。久保さんめっちゃお客さんに感謝されて、久保先生ありがとうございますっていう風になってるわけですよ。それはなんでかっていうと、単純に知らない人に親切丁寧に教えてあげた、ただこれだけなんですね。だからブックメーカーに関しても、そのこれからブックメーカーに興味ある、だけどやり方がわからないっていう人に対して、親切丁寧に、じゃあまず手堅く3万とか5万稼げるようになりましょうっていう方法を教えてあげればいいわけじゃないですか。で、まあここにも書きましたけど、その現在のネット業界の闇っていうことでここで書きましたけど、今ブックメーカーの情報ってほとんどなんかうさんくさいものしかない、嘘しかないんですね。でしかも古代なんですよ。何千万何億稼ぎましたとみたいな。でそれに騙されてる人たちが多いんで、現実的に本当に3万とか5万稼ぎましょうみたいなコンセプトでいけば、多分その共感も得れるし響くんですよ。だから自分がブックメーカーで何百万稼ぐ必要はなくて、本当に2、3万、本当に月3万とか2万とかでもいいので、本当手堅く利益を上げられるようになれば、それを情報発信して、今からブックメーカーをやろうとしている人たちに向けて、セミナーやるなり、教材販売するなり、なんかコンサルやるなりすればいいわけなんですよ。で、親切丁寧に教えてあげる。ただ、そしてお金をもらう。だから、ブックメーカーをやるんだったら、ブックメーカーのやり方を知らない人に、ブックメーカーのやり方を親切丁寧に教えてあげる、そしてお金をもらう。ただこれだけです。ただこれだけです。シンプルに言うとこれだけですから、だからブックメーカーで何百万稼ごうとは絶対思わないでください。なぜならばリスクがあるからです。もう一度言いますね。ブックメーカーはお金を使ってお金を増やす方法なんで、リスクがあるんで、そこで人儲けしようとかそういうのは思わないでください。わかります？僕の塾はブックメーカーの塾ではないです。で今後もそのバイナリーオプションとか、まあ、ネット上に溢れてるその投資の FX とか、まあ、僕もね投資はやっていこうと思うんですけど、ここの方にブックメーカーとかね、じゃあバイナリーオプションとかバイオプとか、あと FX とかも入れようかなとは思ってるんですけど、多分またもし追加したら同じようなこと言うと思います。別に自分が投資家になりたいんだったら別にそれはそれでいいと思うんですけど、ただブックメーカーに関しては、まあ、ここにも書きましたけど、まあ、バイナリーオプションもそうなんですけど、あんまり勝ちすぎるとよろしくないですね。わかります？ FX もそうですけど、あんまり勝ちすぎると良くないんですよ。なんでかっていうと、まあ、ここにも書きましたけど、僕たちがベット365を利用できる理由は、ベット365を活用して負けてる人たちがいるからということも理解しておくべきです。わかります？なんでベット365っていうサイトを利用して僕たちがそのブックメーカーできるのか、それは負けてる人がいて、そこから利益を得てるから運営ができるできるだけであって、全員が勝ったら運用できないですね。負けてるからベット36が儲かるんですよ。だからみんな勝っちゃうとダメじゃないですか。わかります？まあ全部そうなんですけど、 FX もバイナリーオプションとかも、だまあこういうこともしっかりと理解した上で、もうすぐちょっとでも安定的に稼げるようになったら情報発信をした方が僕はいいと思います。てかそういう塾なので、そこをですね、やってほしいかなと思います。でやることはめちゃめちゃシンプルです。知らない人に親切丁寧に教えてあげてお金をもらう、その受講料もしくは教材代としてサポート代としてお金をいただくと、ただそれだけです。全然何にも怪しくないですよ、これ。この行為が怪しいんだったら、どうなんだろうって話ですよね。親切丁寧に分からない人に教えてあげてお金をいただく。これが怪しいっていうことだったら、どうすかねって話で。だ久保さんもね、めちゃめちゃ久保さんありがとうございますっていうね、まあ、それで支えられてるんです。まあ僕もそうなんですけど、僕もまあその吉谷さんありがとうございますっていうことでね、この転売の山田さんからもまあいただいたんですけど、
この山田さんはですね、ドリアカの方に講義追加していただきましたけど、山田さんもなんか商品売ってくれてありがとうございますっていうことで、人生変わりましたっていうことで、去年サラリーマンやってましたけど、今は自分一人で自由にビジネスやって、その情報発信してね、いろいろやってますけど、自分がちゃんとやればいいわけですよ。ただそれだけですね。で、じゃあこれどういうふうにやるのか、じゃあどういうふうにこう販売していけばいいのか、どういうふうに集客していけばいいのか、どういう売り方があるのかについては、もう講義の方でいっぱい、ここにありますんで、ここら辺をね、見ていただいてやっていただければなと思います。ではですね、今回ブックメーカーで稼ぐノウハウっていうのをこれ新しく入れましたので、ちょっと興味ある方は、見てみてください。ただやるんだったら必ず真剣に何度も見て、反復練習を繰り返して、で、やってください。なぜならばお金を失う危険性があるので、やる場合はしっかりとですね、ここの講義をもう舐めるように、何度も何度も見て、特にキャッシュアウトとマインドセットは絶対頭に入れとかないと、もう人間の欲に負けちゃいますから、キャッシュアウトと、マインドセット、絶対見といてください。何度もですね。ということで、今回、ついにですね、ブックメーカーのノウハウがドリアカの方に、追加されました。で、今後もですね、こっちの3万稼ぐステップの方にはですね、いろんなノウハウの方を追加していこうかなと思いますので、自分ができそうなのやつを選んでいただいて、結果出して、で、情報を発信してください。ただこれやらなくても、自分はなんかそのギターの特技があるよとか、なんか自分がその武器があるよっていうことだったら、それを武器にして情報発信しても OK なので、ないよ、僕武器がないよと、情報発信し何していいかわからないっていう人はこれやってください。ただ自分が情報発信できる武器があるんであるならば、これでもいけますから、ギターが上手くなる方法でも売れます。わかります？だからその世の中にいろいろあるわけですよ。前なんか紹介したんですけど、例えばこういうのもあるんですね。前もなんか紹介したのバッグ、シャーコ入れ、どれだっけな、なんか教材出てるんですよね。教材、これバック名人だ。バックの名人、バックの名人、これアフリエイトしてるんですけど、これがアフリエイターページだな。これアフリエイトリンクですね。こんなのも世の中にあるわけですよね。駐車することが苦手でバックだけ上達しない、そんな駐車車庫入れの車でバックすることの悩み、あなたへと知ってましたかと。とか、本当にいっぱいあります。あとなんかダーツが上手くなる方法とか、あと卓球もありますよ。卓球、これ多分ね、これアフリエイトですね。アフリエイトしてます。卓球 DVD.com っていうアフリエイトですね。これ全部アフリエイトリンクだと思いますけど、試合に勝つみたいな。これ卓球の、これ DVD っていう形にしてますけどね。これ1万4800円で販売してますよね。この人知ってるな。これ藤井さんですね。僕は結構卓球業界いたんで知ってますけど、この藤井さんっていう人は知って、この人は知ってますね、僕。この人ね、あれなんですよ。藤井さんっていう人は、道場やってるんですけど、PPC 広告、以前聞いた、ちょっと聞いた、かなり昔に聞いたことあるんですけど、卓球っていう、その、キーワードがめちゃめちゃ単価安いみたいで、PPC 広告出して、その、卓球道場にこう、宣伝して PPC 広告出してやってるんですけど、やってたっていうこと聞いたことあるんですけど、その、卓球をして月100万ぐらいは、月収100万以上はもういってんじゃないですかね。そう。そのネットとネット、あ、ね、卓球とネットを絡めて、こういう教材も販売してますけどね、今。結構ね、IT リテラシーが高いと思います。PPC 広告出してたんで。そう。で、超安いって言ってましたね、単価が。しかも、他にもね、いっぱいありますからね。だいたい知ってる人だな。この人も、この人僕の先輩ですね。
これ青森山田にいた人ですね。青森山田にいた人なんですけど、これ先輩ですね。加藤さんっていう先輩ですね、僕の。これも三田村さんも僕の先輩ですね。懐かしい、はい、だから何でもあるんですよ、需要っていうのは。これもまあ青森山で行った坂本くんですね、卓球系は。で以前ね、僕が知ってるのはこの卓球の教材だけでも8000万くらい売ってた人が いてるんですね。要はそのマーケティングの上手い人で、そのじゃあ売れますよみたいな感じで、マーケティング組んで8000万ぐらい売ったマーケッターがいるんですけど、卓球の教材で、卓球の教材で8000万売ったマーケッターもいます。まあ、プロデュースしてあげて、なんかいろいろあるんですよね。そうだから、まあ情報ビジネスっていうのは別に何でもあるので、ただ僕がなんで、これをやってるのかっていうと、じゃあこのなんかここでバイオリンを上達する方法ってあってもちょっと微妙じゃないですか。ここにバイオリンで上達する方法っていうのがあってもちょっと微妙だと思うんで、もし自分がバイオリンが上手くなる方法を持ってるんだったら、それを、情報発信していただければいいだろうし、ここはまあその鉄板ですよね。要は稼ぐ方法をマスターして稼ぐ方法を教えるっていうのが分かりやすいので、まあ、ここで稼げるようになれば自分も稼ぎながら、その方法を教えることもできるわけじゃないですか。だから3万稼ぐステップの中には、まあ、その収益が出る方法っていうのをどん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 追加していきますけど、まあ、転売に関してはもうね、もう相当入ってるんで、もう正直はっきり言うと、この転売だけのここのカテゴリーだけでも、もう転売塾ですよ、もう完全に。ここのノウハウだけで転売塾ですね、もう。30万以上の、余裕でノウハウありますよ。まあ、転売に関しては、その仕入れ、店舗仕入れからウェブ仕入れまで全部ありますんで、まあ、どん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 追加していこうと思いますけどね。はい。ということで、まあ、このまま話するとちょっと脱線しそうなんで、今回ブックメーカーで稼ぐノウハウというのをドリームアカデミア追加しました。興味ある方は、ご覧ください。ただ、ルールはしっかり守るようにしてください。ここはしっかり読んでね、はい、しっかり読んでいただいて、やるようにしてください。はい、ではですね、これで動画の方終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。